ピラミッドパワーを利用した丘の山美術館の横を、ただのリー想走室ピラミッドパワーとは、ピラミッド型の物体に宿っているとされる、不思議な力のことである。1930年、エジプトのギザにある、クフ王のピラミッドを見学していたアントワーヌ・ボビーが、ピラミッド内に残された死骸が、脱水状態であることに不信を抱いて、再現実験を行ったのが最初と言われる。腐敗を防いだり、 精神を集中させて、悟りを開いたり、大幅に頭の回転が速くなったりさせるといった効果があるとされているが、科学的根拠がないため疑似科学の一つと考えられることが多い。日本では1970年代から1980年代にかけ、ブームとなった。ピラミッドの形そのものが、宇宙エネルギーなどを受けて、その内部に置かれたものの生命力を活性化させる。 効果があるため、人間は元気になり、食品などの腐敗を防ぐ効果があるという説。ピラミッドはその内部に置かれたものの水分を奪い去る、力を発揮するという説。ピラミッド型の施設の中で瞑想をすると悟りに至る、道が開かれるという説。エジプト研究の学者である、早稲田大学の吉村作次は、ピラミッドの中で物が腐敗しないなど、いわゆる、 ピラミッドパワーが起こるのはピラミッドに使用されている。石材の石質が磁性体であるために、ピラミッド内部に磁場が生じて起こるレナード効果現象であって、ピラミッドの形によって起こるという説は、全くのデたらめである。と述べている。日本テレビ、特命リサーチ 200X1999.1121 放送分。ありがとうございます。